タリアメント川、棚ナ,ナ川、ワイマカリリ川、ワフィン島、ボーデン半島の氷河から流れる川網状流路とは、川筋が幾本にも分かれて、川の中に比較的不安定で小さな島を作った状態で流れ、まるで川が網の目のように流れている状態のことである。なお、網状流路は網状稼働とも言う。また、英語では網状流路のことをブレーデッドリバーという。 これを日本語に直訳すると、網紐のようにより合わせられた川といった意味であり、網の川といった意味ではない。同様に、ブレーデッドストリームやブレーデッドチャンネルも、網紐のようにより合わせられた流れといった意味である。なお、ブレーデッドリバーの日本語訳として、盲状河川という語が用いられることもあるものの、本稿では用語を盲状流路に統一する。盲状流路は、 河川の流路が複数本に分かれて流れた状態になっていることである。しかし、だからといって、河川の中央に安定な島が存在していて、それが原因で流路が分け隔てられているような場合は、盲状流路とは呼ばず、紛合流路や紛合稼働と呼ばれて区別される。盲状流路の場合は、流路を分け隔てている川の中の島が不安定で、 水流などの影響により川の中の島が比較的頻繁に移動したり、比較的頻繁に川筋が変化することで島だった物が岸と繋がってしまったりもするという違いが存在する。この不安定な島をサレキタイという。なお、これを川中島と呼ぶ例もあるが、以降これはサレキタイという表記に統一する。この桜木体は、それを構成する砂や荒木が少しずつ流されるなどして、 暫時下流側へと移動したりする。盲城流路が形成されることを盲城化という。盲城化が起こりやすいのはこのような条件の場所である。これを満たしやすい場所としては、それまで山間部を流れていた河川が平野部に出るような場所に形成されることがある。扇状地の上、川口近くに土砂が堆積して形成される。川口州などが挙げられる。このような場所に、 盲状流路は天然に形成されうる。これらに対して、河川の水深が深く、流速が速い、すなわち、河川の運搬作用が強くなるような場所では、盲状流路が形成されにくくはなるが、それでも総流運搬物質が多くて、砂礫などが堆積するような場所では、やはりこの盲状流路は形成されうる。このように、 蒸気の条件は相互に関係していて、たとえ同じ流速と流量の河川であったとしても、その他の条件によって、一方では猛状化が起こり、もう一方では起こらないということもあり得るのである。いずれにしても、河川が送流物質を運びきれない、つまり運搬作用よりも堆積作用の方が強いような場所に、この猛状流路は形成され得る。河川が草流物質を運びきれない、 つまり、運搬作用よりも体積作用の方が強いような場所では、河川の水深が浅くなっている。このため、河川が増水した時には、容易に自然堤防を越えて新たな流路を作ることがある。これを繰り返すことで、網状流路は形成されていく。網状流路が見られる河川としては、次のような例がある。氾濫源を流れた数の中州を作るブラマプトラ川の、 衛星写真これらのうち、ブラマプトラ川は、盲状流路が見られる河川の典型例の一つとされる。なお、以上がすべての例ではなく、他にも盲状流路を形成している河川が存在することを、復元しておく。河川の流量が同じである場合は、河川の蛇行が起こっている時と比べて、河川が盲状流路を形成している時の方が、 その場所の勾配はより急であることが明らかにされている。ありがとうございます。